令和6年度第1回能力検査スタートしました第16レース8頭第一障害に向かいます3番、新山パワー1番、J 王女 J 王女が先新山パワー2番手で1障害おりました3番手以下も続々と降りて7頭が1障害降りています7番の北の松風第一障害苦戦しています 先行する1番、J 王女そして新種ボバアースパワー3区3番、新山パワー2頭が一日障害の中間過ぎて止まりましたその後8番、ブラックチャーム父は新種ボバオホーツクの宝これが続いてそのうち並んで5番、ブラックバカラ6番、ブレイク栄冠うちに2番、里のプリンス 四番、ハゴノムクレースと一覧。大きく開いて、七番、北の松風、第一障害残っています。他七頭刻みながら歩を進めます。三番、新山パワー、もう一度止まって、うち一番、J 王女も止まりました。夏里の帯広競馬場、しかし非常に風が強く吹いています。 今日ここまでの一番時計は8レーススター一番がマークした2分12秒6ですさあ各馬刻みながら歩を進めてうち一番の J 王女が先頭で第2障害の手前に来ました2番手以降新山パワーそしてブラックバカラブレイクエイカンと集まりますその後ブラックチャームも来ました第2障害 1>, 1番 J 王女挑戦が始まったさああっと一瞬膝をついたがすぐに立て直して天板まで来ました1番 J 王女先頭で2障害おりました2番手3番新山パワー止まらず第2障害おりますさあ3番手以降どうかちょっと苦戦さあ前先頭1番 J 王女に一気に3番の新山パワーが並んできたそしてかわして残り30を切りました あとは開いてまだ3番手以降は第2障害前の2頭残り20を切った先頭3番、新山パワー一馬身一馬身半と離してなんとか歩くが止まった1番の J 王女が並んで止まるさあ2頭先に新山パワー立て直してゴールに向かいます残り 23m3 番、新山パワー1着 そして J 王女も立て直してゴールに入りましたあとは開いて残り 30m のところ4番羽後のもレース6番ブレイクエーカン5番手以降はまだ第2障害残っています再び方を進めて6番のブレイクエーカン残り栄冠 手前で止まりますそのうち並んで止まった4番羽衣グレースこの2頭懸命にゴールに向かいます再び頬を進めて6番ブレイクへカン止まってうちかわしました4番羽衣グレースゴールに向,き向かいますさあなんとか歩いてあと少しです4番羽衣グレース3着 その後ろ立て直した6番ブレイクエカン入選しましたあとは開いてブラックバカラそして里のプリンスが2勝外いおりました第16レース1着は3番新山パワー父は新種ボバアースパワーです生産南幌町の竹内さん その後1番の J 王女、あとは羽衣グレース、ブレイク A 缶と続いています。第16レース、着順発表までお待ちください。